カール・フローチは、イングランドのプロボクサー。ノッティンガム・シャー・ノッティンガム出身。元 WBC 世界、スーパーミドル級王者。元 WBA、IBF 世界、スーパーミドル級統一王者。スーパーシックスワールドボクシングクラシック準優勝者。父親は、ユダヤ系ポーランド人。母親は、イギリス人。9歳でボクシングを始めた。2001年、北。 アイルランドベルファストで開催された2001年世界ボクシング選手権大会にミドル級で出場、準決勝で敗退するが銅メダルを獲得した。2002年3月16日、イングランドロンドンでプロデビューし4回 TKO 勝ち。2003年11月28日、10戦目で空位のウベブックイングランドスーパーミドル級王座を獲得。2004年3月12日、 12戦目でコモンウェルスイギリス連邦スーパーミドル級王座を獲得。2004年9月24日、14戦目で空位のブベブック英国スーパーミドル級王座を獲得し、コモンウェルスイギリス連邦王座の3度目の防衛にも成功。その後ブベブック英国王座を4度防衛し、コモンウェルスイギリス連邦王座は7度まで防衛し、世界王座大会を目指した。 2008年12月6日、24戦目の WBC 世界スーパーミドル級王座決定戦でジャンパスカルと対戦し、判定勝ちで王座を獲得。プロデビューから24戦24勝となった。2009年4月25日、初防衛戦でジャーメンインテイラーと対戦。3回にはキャリア初のダウンを奪われたが、12回にパンチの連打を浴びせ、 レフェリーストップ勝ちとなり、王座の初防衛に成功した。2009年10月17日、スーパーシックスワールドボクシングクラシックのグループステージ1で、イングランドノッティンガムのナショナルアイスセンターで行われた WBC 世界スーパーミドル級タイトルマッチで、アンドレ・ディレルと対戦し、2から1の判定勝ちで2度目の防衛に成功した。二千十年四月十四日、 スーパーシックスワールドボクシングクラシックのグループステージ2でデンマークヘア人の国際会議場で行われたミッケル・ケスラーとの3度目の防衛戦に臨み0から3の判定で敗れ大座陥落初黒星を喫した2010年11月27日スーパーシックスワールドボクシングクラシックのグループステージ3でフィンランドヘルシンキのハートウォールアリーナで空位の WBC 世界スーパーミドル級王座をアルツール・アブラハムと争い3から0の判定勝ちで王座決定戦を制し同王座の最大艦に成功2011年6月4日スーパーシックスワールドボクシングクラシック準決勝第2試合をアメリカボードウォークホールダンスホールにてグレン・ジョンソンと対戦し2から0の判定勝ちで初防衛に成功し 決勝進出を決めた。2011年12月17日、アメリカボードウォークホールで、WBA 世界スーパーミドル級、スーパー王者、アンドレ・ウオードと、王座統一戦が、スーパーシックスワールドボクシング、クラシック決勝のカードとして行われ、12回例から3の判定負けを喫し WBC 王座の2度目の、防衛に失敗し王座から陥落。 WBA スーパー王座獲得に失敗し、スーパーシックスワールドボクシングクラシックを準優勝で終えた。2012年5月26日、ノッティンガムのノッティンガムアリーナで、IBF 世界スーパーミドル級王者ルシアンブーテと対戦し、5回1分5秒 TKO 勝ちを収め7、ヶ月ぶりに WBC に続く王座に帰り咲きに成功した。2012年11月17日、 ノッティンガムのキャピタル FM アリーナでユーサフマックと対戦し3回2分30秒5勝ちで初防衛に成功した2013年5月25日ロンドンにあるオーニアリーナにて WBA 世界スーパーミドル級王者ミッケル・ケスラーと再戦となる王座統一戦を行い12回3から0の判定勝ちを収め WBA 王座を獲得すると共に IBF 王座2度目の防衛に成功した。2013年11月23日、マンチェスターのマンチェスターアリーナで、ジョージ・グローブスと対戦し、9回1分33秒、TKO 勝ちを収め WBA 王座は初、IBF 王座は3度目の防衛に成功したが、レフェリーのストップが早すぎたとぶつぎをかした。その後2014年5月31日に再戦を、 行うことが決定した。2014年5月31日、ロンドンにあるベンブリースタジアムでジョージ・グローブスと再戦し、8回2分34秒小勝ちを収め、WBA 王座は2度目、IBF 王座は4度目の防衛に成功した。2014年6月6日、WBA はフローチを2014年5月度の月間 MVP に選出された。 2015年2月3日、IBF 世界スーパーミドル級王座を返上した。2015年2月10日、WBA は IBF 王座を返上し、統一王者ではなくなったフローチを WBA 世界スーパーミドル級正規王者としてランクインした。2015年2月28日、WBA が WBA 世界スーパーミドル級スーパー王者。 アンドレ・ウォードとの王座統一戦の交渉を30日以内に合意させ、1 0 2日以内に試合を行うよう指令を出した。対戦交渉が合意に至らない場合は入札となることを明かした。2015年5月8日、WBA が2014年5月31日以降、防衛戦を行わなかったことを理由にフローチが保持していた正規王座を剥奪し、フローチを WBA 世界スーパーミドル級、スーパー王者、アンドレ・ウォードの指名挑戦者とすることを発表。もしウォードが6月20日の試合で、ポール・スミスに敗れればウォードは、スーパー王座を剥奪されるとのこと。2015年5月16日、WBA は、最新ランキングを発表し、フローチを、WBA 世界スーパーミドル級2位にランクインした。2015年6月20日、 アンドレン・ウォードが、ポール・スミスに9回1分46秒、TKO 価値を収めたためウォードは、WBA 世界スーパーミドル級、スーパー王座の剥奪を免れ、WBA 世界スーパーミドル級2位の、カール・フローチが、ウォードの指名挑戦者となった。2015年7月14日、ボクシングで成し遂げたきたことを誇らしく思うが、グローブを吊るす時が来たと、現役引退を表明し、 解説者に転身した。2015年11月10日、フローチは私の古いベルトを取り戻す。私がやれることを証明し、そして引退する。それで満足だと話し復帰を示唆する発言をし、IBF 世界スーパーミドル級王者ジェームス・デンエールをターゲットに再度世界王座リり先を狙っていることを明かした。ありがとうございます。